リシステム資金探検隊、早速その農場を訪れてみると、すっごく大きなコアラがたくさんお出迎え。すごい、ドラマチックになってるよ。ジャズピアノのおかげでドラマチックな展開になってる。この木がそうなの。お、元気。すごい元気。ソフトナット。ここに。頭クワガタの頭だけ落ちてるわ。ビヘイティって。でかいクワガタの頭が。よし、じゃあ数えたいと思います。まず1匹。この1匹はここに確保しといて。うん、あ、もう来て。角が見えてる。どこ？ここ。いるね。いるね。いいね。2匹目。割れてる。割れ目に入りたいんだね。うわ、でかい。うわ、これだけで絵になる。落ちないでよ。落ちる気はないよ。俺が下から揺すってみようか。あ、いいね、このクワガタ越しの虫菌。おー、いいね。もう一匹なんとか取りたいね。何やってんだろうねと思って見てるよ、クワガタが。突然やってきてさーって思ってるよ。何してんだろうね。木登りじゃねえ。あー、いっぱい集めましたね。これ7、8匹じゃなかったっけ。まあ、10匹いないぐらいだったよね。うん、まあ、これ、うん、珍しいの、この10匹のいる木っていうのは。10匹いる木は珍しいでしょう。しかもこの平田クワガタばっかり10匹で、平田クワガタっつってもこれ日本の大クワガタぐらいでかいからね、これね、うんうんうん、夢があるよ、こんな大きい。だから日本で言ったら一本の木に大クワガタ10匹いましたみたいなもうすごいイリュージョンな感じでしょ。なんかもうでかいよこれ、全然でかいよ。ほら、これは平田クワガタね、はい、牙がギザギザしてるから平田クワガタ、はい、これギザギザしてないのが大クワガタ。大クワガタ、うん、これはギザギザしてるから平田ね。意外と知ってれば簡単だけどね、知らないとこれは何クワガタなんだろうなんてなっちゃうんだけど、なんでこんなにいっぱいいたんだろうね。ここに住んでるもんね。住んでるよね、完全にね。メスもいたしね、うん、家族、そうそう、だちゃんとね、また繁殖するように返してあげないといけないからね。はい、ありがとう。あそこがお家？あそこにメスがいるからね。はい、ありがとうね。いや、数はいなかったけどでかかったね。あら、よかったよ。感謝感謝感謝。何してんだろうね。木登りじゃねえ。